県内では昨日から降り続いた雨の影響で、各地に堤防の決壊や道路の冠水などの影響が出ています。現在雨の勢いは弱まりましたが、現在でも県内の多くの地域では大雨警報が発表されています。午前10時15分現在、県内で危険な場所からの避難を呼びかける警戒レベル4の避難指示が出ているのは、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、浜松市、袋井市、掛川市、菊川市、川根本町、沼津市、富士宮市、湖西市、森町、富士市、裾野市、伊東市、三島市、牧之原市、吉田町、長泉町です。